のでよく見るとこのように多少色ムラや。はい、こんにちは、石原スポーツです。皆さんお元気ですか？はい、今日もご質問にお答えしていきますが、前回からの川のお話続きですね。特に前回もお読みしましたが、坊やさんの良い川悪い川の見分け方についてお話をしていきたいと思いますが、これ非常に難しい問題ですね。お好みもありますので、大きくねこんな感じかなっていうお話を今日はざっくりしていきたいと思いますね。前回川の種類のお話をしましたが、それとは別によく皆さん、お聞きになると思いますが、素揚げ川ですとか、あるいは染料で、色付けしたもの、顔料で色付けしたものとか、なめしがクロムであるとか、タンニンであるとか、こういろんな複合的な要素が出てくるわけですね。それでは高額なミッドグラブの皮からお見せしますね。これ分かりますか？はい、いい皮はその風合いを生かすためになるべく負担をかけない、加工を減らして時間をかけた皮ということになりますね。ですのでよく見るとこのように多少色ムラや傷が見て取れますね。それに比べて安価なグラブはこういった発色が良くてツヤツヤしたグラブですね。皮自体がそんなによくありませんので、お化粧してペンキを塗るような格好で加工しております。ですので買った状態一番綺麗ですけれども、いい皮のように磨いて手入れをして味が出る皮ではありません。あとはなめしの際のオイル加工の方法も問題になってきます。各社さん特徴がありますね。HOH さんなんかは非常にしっとりとした皮に仕上がってますね。はい、どうでしたか？いい皮のグラブミットを選択していただければ、使えば使うほど味も出てきますし、ツヤも出てきますし、お手入れのしがいがあります。長持ちももちろんしますね。ですのでご予算が許せば、しっかりした皮のグラブがよろしいかと思いますね。はい、それでは皆さん、さようなら。